これがね、一番かっこよかった。300万ですけどね、どれぐらい待ってますね。本当に時計をね、したのはね、30年ぶり。だから30年前に買ったことある。だからあんまり興味はなかったんだけど、この時計を見て、俺にぴったりなかった。一番高いやつ。本当は18、いきなり18キロだから。18キロ、キラキラですよ。いやでも本当に心がね、ウキウキする。ウキウキする。そう、お前手作りなんで、職人のハートが入ってますからね。そうもうね、とにかくね、周囲の固まらな、固まらなって言ってるんですけどね、固まりますね、皆さん。いや、一緒でもいいよね、これね。ほら、カウンター機能もついてますね。何だったか、最近何だったかわからない時あるからね。いや、だってね、3年ぐらい、あ、4、5年前のね、中日クラウンズでね、石川遼と一緒に回ったらね、あいつ、違う、俺のほら、マーカー、で、16番のパー4で、俺7打ったのに、あいつ6って書きやがったの。だからあいつこそはこの時計しなきゃいけないし。彼はちょっと人種カシオのもんですから。カシオ、レベル、置いといて。これでやめてるそっか、課題間違えますか。間違えるね。もうこれあったら大丈夫。いや、実はもう今からね、ジャンボさんの解説は素晴らしいんですよ。普通の解説者が気がつかないようなところを解説して。したことないもん。いや、だから私お誘いしてるの。お誘いにある。みんな普通の人は固まるでしょ。私は固まらない。もう柔らかくして。私は柔らかく。ものすごい才能っていうのはね、あの歌もうまいしね、道具作りうまいし、試合が特にあって、お話、解説もすごい上手。で、その大西さんが、あの、JDT の大西さんが、ジャンボ大輝の解説したら、もう天下一品やーって言ってね、西の宮の姿とかね、ショックも本当です。最近もだって、あんまり人と喋ったことないんだもんね。よく、いやいや、ボールと喋った。あ、ボールとね。最近言ってました、この間ボール、あの、ジャンボさんの話しましたって言って。言ってたよ、言ってました。あの、なんか OB の外にあった。そう、言ってました。すいません。絡まってくれ。前回、オーナーズカップで回ったのがね、四国の飯間さん。聞いてみたら、片岡大輔さんもやっぱ固まった後で固まりました。ジャンボさんと回った、あの、アイエリスはみんなにね、出して、ジャンボさんと回った。で、それが、君たちもいいな、回りたかったら、またこのね、ヤーマンスービー買えば、オーナーズカップ、11月の、あの、トートボコンの次の日なんで、DTF コンも、それでチャイルハンも来ますので、うちの契約コンなんで、はい、DTF コンとみんな回りたいですよね。来ますかね、回せる。僕ですか。いや、ちょっと、飛べ替えに行かない。本当、いや、行かない。いや、もうね、ものすごい人がないから、ものすごい人がない。あの子はもう本当にいい子ですよ。そういうことでですね、11月になりますので、まあ、ジャンボさんまた来ていただいて、楽しい話してくださいよ。え、はい、わかりました。はい、決定ではありませんが、検討させていただきます。ボクシングで検討してください。すいません。ありがとうございます。我々はもうね、武藤刑事っていうと、どこの、神奈川署ですかとか、千葉県警ですかって言われますけど、ね、武藤刑事っていうのは、なんか感じが違うんだ。人間ショッカーもどうか。もう我々には確か、あの、あれですよね、坂口さんの杉浦の時からの、かっこいい細いイケメンの時からのファンがいっぱいいますよ、私もね。ああ、そうなんだ。ね、杉浦さん、坂口聖子さんって、あの、柔道の元日本人。そう。あの、坂口健二の親。そう。あの、そう。俺の仲人なんですよ。え、あ、そうっすか。坂口。何番目の奥さんだ。いや、あ、最初のね。坂口さんに、あの、坂口健二じゃなくて、長男がいてですね。その長男、俺の仲人してるんですよ。おー、仲人合戦ですね。はい、そうですね。いや、もうね、あの、武藤刑事さんってところ、このかっこよさっていうのはもうね、この技のキレね、今なんか4周年ぐらいの技を中心にしたらいいですけど、あんまりちょっと、あの、もういい年ではない。いや、技の体感してる。花があるから、みんな武藤刑事ファンいっぱいいますよ。おとといジャンボさんとご飯食べてて、吉田さんのレッスンで電話で、今北海道でね、あの、ロケットを上げているように1、2、3、ダーッて言って、堀本のロケットを合図で1、2、3、ダーッて言ってロケット上げるんですか、北海道。武藤さん今度来るんです。あ、武藤君ね、これ一緒にご飯食べて言ってましたよ。え、誰が。え、じゃあ、あの、あれです。
ですよ、アントニオ猪木さん。あ、猪木さん、なんか知ってました。アントニオ猪木です。あ、猪木さん、猪木さん、はい、でもうね、冗談とふんどしはまたにしてくださいよって言ってね、その続きの言語いっぱい言ったと奥さんのおったでね、なかなか言えなかったんだけど、電話でね、そうね、冗談とふんどしはまたにしてくださいよって以外にあのね、アントニオ猪木さん、他にもギャグあるの、またしダジャレばっかり、まあ、そういうことの負けをしてくださいそれで、ね、私はね、プロゴルファー、プロゴルファーの良さが芝生のスターであり、芝生のものだと思うんだけどね、プロレスラーのファンが熱いですね、はい、それでね、みんなもね、ゴルファーやんないから、これがどれだけ上手かっていうの証明できるんですか。今度は続きしたら一回リングに上がって、これ狂言割りで、これで不祥でしょ、そういうことですよ、はい、いいなんですよ、一回やってくださいよ、これで不祥になるんですよ、時計はもう感じこうです実はね、こういう形でね、もうみんなね、礼儀正しくてね、きちっとしてね、意外に怖そうですけど、リングの上は降りたらね、みんなね、心理礼儀正しい、礼儀正しくてきちっとしてね、やっぱりその体育会系と武道会系というのか、固定制度ではみんな礼儀正しいですね、あのプロレスラーの方は。あのね、ですからね、意外にプロレスラーとファンだとね、熱いファンがあって、何十年経ってもね、プロレスラーが熱くてね、応援してますでしょ。実はですね、ああ今日ですね、これは後楽園ホールでですね、俺が立ち上げたマスターズって、あのゴルフから取ったんですよ。ゴルフから取った。私は立ち上げましたよ。レジェンドばっかり集めた、プロレスラーのレジェンドばっかり集めた興行が今から7時からあるんですよ。あ、行きます、行きます。ぜひ、暇な方は。レジェンド、はいはい。あ、武藤さん、武藤さん。はい、俺が。この間、後楽園で。俺が一番年下なんですよ。はい、最高齢誰ですか。グレート小鹿さんって74歳グレートなんか小鹿なんかどっちなんだろうグレートなんか小さいやんかどっちなんだろうグレート小鹿なんですよ。で、今日俺メインで藤波さん、長州力で、元文科省の長谷博さん復帰するんですよ。で、今日俺試合しないで行きました行きました。これでちょっとぶっちゃけ、これでもうショッカーブローバーなんだけど、2か所だけ鍛えられないところなんで、目とどっかね、これは鍛えられないところなんで、それをやっぱ反省してみたいです。いやいや、鍛えてない、これは鍛えられないですね。そうですね、うん、まあ、そういうことでですね、ゴールデンクイズ、この間、カールボッチのプランを作ろうというので、300人呼んで行ったんですよ。な、後楽園競技ったらもうな、異種格闘技とプロレス両方でしたからね、はい、燃えましたね。あ、ぜひまた今度みんなでね、武藤敬司さんと、いやもう、みんなこう、今日しながら、それから撮りますか、これはもうねその前に、試合の前に来てくれたんですよ。これから試合やります、はい、こう、レジェンドの、はい、で、ここにね、プロレスさんみんなご存じのように、みんな楽しいんですよ、ね。まあ、とにかくゴルフとは違う世界ですけども、ここはここのまた予算があって、みんな全部ファンになっていけばいいんじゃないかと思います。じゃあもう本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは続きまして、フォトセッションの時間を取らせていただきたいと思います。